巨世界。巨世界。周氏以前。巨世界。1934年7月7日隊は、台湾の政治学者、歴史学者、津田塾大学名誉教授、台北中日経済文化代表どころ、中日代表、中日大使に相当元代表、2004から2008、台湾建国党元代表、1997、1998、 台湾独立建国連盟元代表。台湾独立運動の中心的人物の一人。京振階級出身。父親の元の国は、京都帝国大学法学部、東京帝国大学経済学部で学んだ、法律家、母親は、東京女子医学専門学校卒の医者。祖父の許諭しためは、台湾文化協会調査部長時代に、台湾議会設置運動を行い。 日本警察に逮捕拘留されたことがある。おじの元の正は、陳独州の推薦を受け、ソビエト連邦モスクワ中山大学で学んだ左派の、性運動家。1947年の2.28事件では祖父、等、おじが、左翼分子として、国民党から、指名手配を受けた。夫人のロジエとは、日本留学中に知り合い、共に、台湾独立運動に関わってきた。 国立台湾師範大学附属高校、高級中学を経て、1957年に、国立台湾大学法学部卒業、連戦国民党名誉主席とは、高校、大学の同級生。その後、早稲田大学大学院政治研究科で、修士課程修了、東京大学大学院、法学政治学研究学科で、博士課程修了、法学博士取得。 その後、津田塾大学で助教授、教授として、約30年の教員生活を送り、津田塾大学国際関係研究所所長も務めた。1972年に、東京大学出版会より、日本統治下の台湾、抵抗と弾圧を上司。この中で、植民地統治では差別待遇が必ずあり、偏見と圧迫の制度の中で各種の抵抗運動が生まれる。 それらの抵抗を根絶する道は、唯一植民地統治制度を徹底的に廃止することに他ならいと記している。中国語版は2006年に出版されたが、台湾の学者からは、台湾政治史のバイブルとなる名著であり、台湾史を研究する者にとって、必読の歴史専門書と評されている。なお、現著の日本語版は2008年に復刊している。 日本留学直後の1960年に台湾独立運動団体台湾青年社後に台湾青年会台湾青年独立連盟に改祖に加入して以来台湾独立運動にも身を投じてきた帰還し台湾青年にペンネーム重心高見臣で数多くの論文を執筆したため国民党政府により旅券を剥奪在外反政府分子として ブラックリストに掲載され、約30年間、日本で事実上の亡命生活を余儀なくされた。1970年、台湾独立連盟の発足とともに、中央委員に就任。1987年には、改祖された台湾独立建国連盟の総本部主席を務めた。1989年に、台湾の月刊誌、自由時代に、 台湾共和国憲法草案を寄稿。同志は、発禁処分となり、反乱罪に問われた、同志発行人の邸南洋、邸南洋は抗議の昇進自殺を遂げた。1992年、ブラックリストが解除となり帰国。台湾文化学院委員長、台湾建国党主席に就任。1995年と1998年に、立法委員。 国会議員に総統選挙に立候補するも落選している。2000年民進党政権が誕生すると、旅修連副総統の求めに応じて、総統夫人権諮問証書小祖の召集人、委員長及び旅副総統主催の台湾新海台中文化会長に就任。陳水編総統再選を受け、2004年7月5日、台北中日経済文化代表 代表、中日代表に就任、約4年間務めた。在任中は、台湾人観光客の車掌免除、ノービザの高級化、運転免許証の日体相互承認を実現。日体間で年間250万人が相互に行き来するようになった。2008年5月、国民党政権の発足と同時に、辞職届を提出したものの、大休相当が異流。 中日代表ポストの交代が確実視される中、同年6月1日、日体関係60団体が元代表夫妻を送る会を隣で、同開催、安倍晋三、ジュディオング、桜井義子ら約800人が駆けつけた。同年6月15日未明、尖閣諸島沖で航行中の台湾遊漁船が、海上保安庁巡視船と衝突、沈没する事件が発生、即日、 外交部が元代表の召喚を決定した。帰国直後の16日に、立法院外交委員会で事件の経緯を報告する予定だったが、国民党立法委員に代表のポストにしがみついている、大官、台湾の売国奴などと非難されたため、急遽記者会見を開き、死は殺されるべくも、恥ずかしめられるべからず、しか殺不可片付けななどと強く抗議。 立法院での説明を拒否するとともに辞意を表明。外交部は公務員が主張の許可を得ずして職務を勝手に離れてはならない。これに違反した場合、ことの敬重を見て処罰すると強硬な声明を発表したものの、翌17日、場永久総統が辞任を認めた。公認が決定するまでら羊サ羊猿ん副代表が代表ポストを代行した。 離日直前の7月7日、産経新聞のインタビューで、帰国後は一市民として、大北ではなく、出身地の大中や商家で地域の、さらなる民主化促進に貢献したいと話した。現在は、大中市に居住、林敬隆市長の招兵で、大中市政顧問を務めている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。